はい、酒好きの元新潟人の飲酒動画です。今回は、こちら、エンマハイボールという、芋焼酎ですかね、これはね。俺飲んだことないです。あ、ごめん、麦焼酎でした。大分麦焼酎エンマを使用。へぇー、エンマって名前の割になんかあれだね。麦焼酎だった。なんとかだるで眠り続けた麦焼酎を炭酸割りにしたら、バサーレー芳醇なハイボールができました。ローマツ酒造株式会社。アルコール度数 9%。原材料が焼酎と炭酸と酸味料。だって。で、こちらの、缶のやつが、製造者が参考食品工業株式会社。で、エンマ自体は、ローマツ酒造株式会社。ということみたいですね。あ、でも麦焼酎だったらハイボールに合うと思うな、これな。芋焼酎はハイボールには合わねえと俺は思ってる。これは麦焼酎だとうまいっしょ、絶対。でも、エンマ、まあ、見たことあるかもなぁ。でも、麦焼酎だと思わなかった。俺、ずっと芋焼酎だと思ってたな。これなぁ。エンマなぁ。カンピー。ああ。ああ。うん。ちょっと、ほのかに。甘みっていうのが、ほのかに感じるけど。まあ、うん、美味しいっす。麦の風味も。これは、竜田揚げ。うん、麦の風味もしっかりして、これ美味しいっすね。蔵人の情熱がうまい焼酎を醸す。大分県日田地方にあるローマツ酒造は、樽と麹にとことんこだわる蔵元です。世界があっという焼酎を作る、そんな思いでホワイトオーク樽の中で長期熟成された麦焼酎のエンマは、まるでウイスキーのような最高の香りと味へと変化していきます。ほんのりとした樽の香りと上品な甘みのある味わいは、炭酸割りにぴったり、どんな食事にも合う、とことん自由なハイボールです。結構やっぱハイボールにすると、あれだね。甘く感じるね。うん。これは美味しい。あ、これは普通にうまいわ。うん。やっぱり、麦焼酎はハイボールに、合うなっていうのを、あれだよね。それなのになぜかあんまり、なかったっていうか。今までなぜか出てなかった。うん。まあ、ハイボールっつったら、焼酎。の、香類の、うん。あ、ちなみにこっちはローソンで買いました。うん。で、2月の27日発売。オリジナル焼酎ハイボールシリーズ第3弾。値段が198円。樽熟成の香りというのが特徴で、ホワイトオークによる樽熟成、3年を超す熟成の樽熟成原酒をブレンダーさんが、巧みにブレンドすることで、スッキリとしながらまろやかで、旨味のある味わいになってるんだって。うん。そんな麦焼酎エンマは、2010年から17年の、なんと8年連続で、モンドセレクション最高金賞を受賞。
え、伝統のある焼酎なんだね。樽熟成の香りとすっきりとした味わいはハイボールにぴったり。この味わいぜひともお楽しみください。まあ、モンドセレクションの最高金賞なんてのは金で買えるから、ね、こんなのはあれね、もう自ら金で買いましたと言ってるようなもんだけど、これを聞いてちょっと学識だけど、これを聞くまで普通にうめえと思ってたけど、なんかあれだな、モンドセレクションが最高金賞受賞って書いてあったことから、うわーってなったね。まあいいや。やっぱ甘い。うん。結構やっぱ甘めな。あの、麦焼酎なんだけど、結構甘い。うん。まあ、こういう、まあ、麦焼酎も、ロックとかでいただきたいけどね。うん。なるほどね。エンマハイボール。ちなみにエンマは2種類あるみたいで、黒エンマと赤エンマがあって、こっちは多分赤エンマみたいですね。うん。なるほどね。麦焼酎。エンマ。あ、いろいろあるみたいだね。エンマシリーズはいろいろあるみたいです。5種類ぐらいあるみたいだね。うん。中でもゴールドエンマとプラチナエンマが、大分県内のみ限定販売となっているみたいです。なるほど。まあ俺は、麦焼酎で今までうまかったのは、あの、大分麦焼酎の二階堂しか飲んだことないけど。あれが一番うまかったな。麦焼酎の中だと、一番うめえんじゃない？うん。麦焼酎のやっぱうまみっていうのは、ほのかな甘みっていうか風味みたいな。うん。で、芋焼酎とかに比べると、全然風味がないんだけど。まあ、氷焼酎も風味はないけど。まあ、それよりかちょっと風味はあるっていう。うん。感じだよね。うん。なるほどね。まあただ麦焼酎って基本的にまあ俺高いの飲んだことないから。高えんだと何があるんだろうな。ああ、あれが、100年の孤独とかは麦焼酎ですよね。まあ、有名な。うん。
まあ、あれは、飲んだことねえけど。まあ、死ぬまでに一回飲んでみたいですね。ちなみに 720ml で6300円。100年の孤独。うん。高い。うん。あと、金八とかね。こういうのも飲んでみたいっすよね。金八。ああ、飲んでみたいな、こういうのな、高いやつ。あと、砂糖の麦とかね。ああ。そうそう。あと、芋焼酎だったら森伊蔵とかさ。まあ、竹のやつは、まあ、飲んでみてえや、確かに。で、飲んで、あ、うん。まあ、イーチコも有名だけど、イーチコは、あの、普通のやつはあんまりあの、美味しくないっていうか、風味が弱いです。イーチコのスペシャルなんででもあるみたいです、ね。アルコール度数30度。まあ、でも一番、麦焼酎で一番売れてるのって、イーチコだよな。うん。そういう意味だとやっぱり、イーチコをさ、麦焼酎ってどんなのって言われて、あの、どれ買えばいいか迷ってる人は大体イーチコか、まあ、あの、二階堂。まあ、個人的には二階堂の方、押すんだけど、基本的に麦焼酎って飲みやすいんで、ほとんど風味が、まあ、ぶっちゃけた話、ないに近いんだよね。ほとんど。うん。ほとんどないに近いんですよ。まあ、ないに近いっていう言い方もあれだけども。まあ、限りなく、芋焼酎を10とすれば、麦焼酎なんて1ぐらいなんで。うん。風味はね。そう考えると、あの、イーチコは余計に少ないんで、やっぱり。二階堂、な、そこらに売ってるし、ね、コンビニでも二階堂は売ってるんで。あ、当然、イーチコも売ってるんだけど。ただ、まあ、イーチコはちょっと風味がなさすぎるっていうのが特徴ではある。まあ、なさすぎるっていう言い方も悪いんだけどね、確かに。確かに麦焼酎なんだけど、あの、最初の飲んだ時に、ん?ってなるよね。ん?これは、ああ、麦か。みたいな。あの、わかんないですよね。うん。で、まあ、あれだよね。麦焼酎はそうっすよ。芋焼酎なんて、言うてしまえばコンビニで売ってる黒霧島。あの、ワンカップの黒霧島が多分個人的にはかなり一番美味しいんで。あれをロックで飲むのが一番個人的に芋焼酎だとかなり上位のうまさが誇るんで。芋焼酎でそんなにうまいのって、あったかな?あ、あるはあるね。いや、あるはあるんだけど、でも普通にコンビニで売っててこのうまさ、はぁーってレベルだよね。しかもワンカップでも売ってて、はぁーってレベル。ほとんど常識を覆すレベルだよね。芋焼酎でお前どこにでも売っててお前。しかも安くてしかもうめえって。どうなってやがるみたいな。
それぐらいコスパが高いのが、この、黒霧島、芋焼酎ですけど。まあ、そんな感じっすよ。100年の孤独。うん。まあ、ちなみに米焼酎ってのもあるんですけど、米焼酎は俺飲まない。米焼酎は嫌いなんで飲まないです。でもまあ、米焼酎で有名なんだ。白ってやつ。まあ、コンビニでも売ってるし、まあ、普通にうまいんじゃないっていうレベルの味なんで、まあ。米焼酎なら普通に白でいいと思いますね。ただ米焼酎もかなり風味が強いんで、麦焼酎に比べると本当に、いかにして麦焼酎はこんなになぜ風味が少ないのかっていうレベル。なんでこんなに麦焼酎って風味少ねえんだろうなって感じはしますよね。うん。甘みはちょっと強い。強いっていうか、うん、これ。あれだな。砂糖は使ってねえんだけど、やっぱ風味が、甘みとしてちょっとあるよね。まあこれはちょっと飲んでみてもいいと思いますね。まあ麦焼酎のハイボールなんてめったに売ってるもんじゃないんですね。絶対。めったに売ってるもんじゃないんで。3334です。ご視聴ありがとうございました。